えー、それではお時間になりましたので、えー、始めたいと思います。えー、この度は、えー、CP プラス2024オンラインイベント内、えー、TIAC TASCAM のウェビナーにご参加いただき誠にありがとうございます。えー、TIAC 株式会社音響機器事業部の植木と申します。えー、40分間と短い時間ではありますが、えー、後半に Q&A の時間も予定しておりますので最後までお付き合いいただければ、えー、大変嬉しく思います。 よろししくお願いいたしますそれでは、えっと、内容の方に入っていきたいと思います。ちょっとスライドの方に移りますので、しばらくお待ちください。それでは今回のウェビナーの方に入っていきたいと思います。CP プラス2024のオンラインイベント内でのウェビナー開催ということで、TIAC、えっと・ TASCAM では、動画音声収録のお悩みを TASCAM 製品を使用して解決する事例のご紹介という内容で、4回に分けてウェビナーを行わせていただいており、今回はその3回目ということになりますが、 今回のテーマは「音割れなく音楽ライブを収録したい」となっておりましてコンサートやライブハウスなどで動画を撮りながらなおかつ音もきれいに収めようと思った時に立ちはだかる問題についてご相談をいただいた内容とそれをタスクの製品によって解決をしましょうという事例をご紹介させていただければと思います。 本題の方に入る前に、今回、当社がこのウェビナーを行うに至るきっかけの部分をお話しさせていただきたいと思います。t a s c a では、不定期にて動画の音声機材を試せる特別体験会というものを実施しております。動画音声収録機器や32ビットフロート録音対応レコーダーを中心に展示しており、録音のお悩みのご相談や製品のご紹介などを行っております。 その場で製品のお試しも可能で実際に録音されたデータをお持ち帰りいただくこともできます。その一環として録音体,録音体験ワークショップも開催しており TIAC 本社にあるスタジオでの録音体験も行っています。t a s ム a m のマイクフィールドレコーダーを使用し弊社スタッフがアシストをしながらスタジオでの生楽器や環境音の再生音源を使った録音や機材を体験できるワークショップとなっています。 こちらは次回3月開催予定となっており、ご案内を後半でウェビナーの後半でさせていただきますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。また特別体験会ではアウトレットコーナーも開催しています。詳細についてはえっとチャットにてお送りしています。特別体験会の特設サイトをご確認ください。2023年12月に行われた体験会の様子もご覧いただけます。 ここまでちょっとお知らせが長くなってしまいましたが、このような体験会を開催していく中で、実際にご来場いただいたお客様から寄せられた動画音声のお悩みやご相談にお答えして、その解決法をご提案し、製品をご案内した事例をぜひ皆様にも共有できればということで、今回のウェビナーを行わせていただいております。それでは本題に入っていきたいと思いますが、今回ご紹介する事例のお客様からは、 もともとはスチール撮影のお仕事をされていたんですがその延長で動画制作の依頼が増えてきて音声収録について自分は明るくないのでどうしたらいいか悩んでいるというご相談をいただきました具体的にはバンドのライブの動画撮影の案件があり音もしっかり収録したいけれども音声の入力レベルの設定が場所によって違ったりして難しく特に撮影も録音もワンオペの現場では レベル調整などを行っている余裕がないということでした今回のお客様に対しましてはステレオコンデンサーマイクを搭載した32ビットフロート録音対応のハンドヘルドレコーダーであるポータキャプチャーシリーズによる録音をおすすめしました前置きとしてこの製品のご紹介を少しだけさせていただければと思いますポータキャプチャーシリーズは 3 2ビットフロート録音対応のポータブルレコーダーです。3 2ビットフロート録音に対応し、入力レベルの細かい調整が不要で、音割れしない収録を実現することができます。大事な音を確実に録音できるため、音声収録を気にすることなく、撮影作業に集中することができます。マルチカラータッチパネルを搭載し、直感的な操作が可能。録音操作は分かりやすいユーザーインターフェース、アプリランチャーシステムと、 6つの録音アプリによって数回の操作のみで素早く的確に目的の録音を始められますポータキャプチャー X8 は最大8トラック6トラックプラス2ミックスの8トラックポータキャプチャー X6 は4トラックプラス2ミックスの最大6トラックのマルチトラック録音が可能となっておりさまざまな収録シチュエーションでの音声収録に対応しますまた別売りの Bluetooth アダプター AKBT1 を装着することで無償モバイルアプリ PorterCapture Control によってスマートフォンからの遠隔操作が可能なほか AtomosUltrasyncBlue などの対応デバイスとワイヤレスでタイムコード同期を取ることが可能です。今回はこの PorterCapture シリーズを使って音楽演奏の動画音声収録の行い方についてご紹介していきます。 ここで音楽・演奏ライブの動画における音声収録のパターンについて触れておきたいと思います。まず1つ目に LINE 録音というものについてなんですが、PA システムが整ったライブハウスなどでは、ステージ上の楽器でしたり、ギターアンプなどのすぐそばに設置したマイクからミキサーでこう整えられた音を PA さんに LINE 録音していただいて、 でででそのデータをもらって編集で映像に合わせるというやり方ですここでミキサーからの出力音はあくまで会場のスピーカーから鳴らした音に会場,鳴らした時会場のスピーカーを鳴らした時に会場内でバランスよく聞こえるように調整されているものですのでその録音データ自体は実際に現場で聞く音とは違うものになっています。 またこの場合、PA さんの録音に頼ることになりますので、そもそもワンオペ収録ではなくなります。そしてもう一つの方法として、えー、とエアー録音というものを、えー、がありますが、この方法の場合、客席やフロアなどのオーディエンスに聞こえている音、えー、つまり会場の鳴りを収録するということになります。ですので、現場で聞いた音に近い自然で臨場感のある音を収録できることが多いです。 ある意味ですね、PA さんのいる会場であれば、スピーカーから出る音を含めた音を取、えー、ることになりますので、PA さんがその現場で作りたいサウンドに近いものを、えー、と収録できる可能性もこちらの方法の方が高いです。特にドラムやギターアンプなどの音をマイクやミキサーで増幅させないようなカフェや路上などといった PA 機材があまり整っていないような場所での演奏動画。 とととといいうもののをワンオペでで収録すするる場合にはここエア録音を、えー、で録ることがほとんどだと思います先ほどご紹介したポータキャプチャーシリーズには1対のコンデンサーマイクがついていまして本体だけで高音質のエアー録音をステレオで行うことができます。今回はこの方法での収録方法をご紹介したいと思います。 ウォーターキャプチャーシリーズのコンデンサーマイクには2つのポジション設定があります。XY 方式と AB 方式という2つの方式となっており、この2つについて簡単にご説明いたしますと、図をご覧いただきたいんですが、左の集音イメージ図で、XY 方式はマイクを向けている方向の真ん中あたりの音を中抜けなく拾うことができる。 という方式で、次にその AB 方式という方はより左右のステレオ感であったり空間の広がりというものを強調した音像を狙った収音方法になります。これをどちらの方式で録音するかというのは会場の広さであったり演奏者の人数とかレコーダーの位置マイキングってことですね。が や、取りたい音がどちらにあるのかっていうところで、変わるところもあると思いますし、外部マイクを外部入力に差し込んで、マルチトラック録音をしたいよという場合などによっても、その状況や目指す音像によって使い分けていただければと思っております。 次に、相談者様も一番難しいと言っておられた録音の入力レベル設定について触れていきたいと思います。これも一口にライブといってもバンドやソロの弾き語りなどの演奏形態、音楽のジャンルでしたり会場規模によって音量が様々になってきます。本番さながらのリハーサルにもし立ち会えるような状況であれば、 ある程度入力の設定を調整したりするチャンスもあるかと思いますが、えー、演奏者やその場所の音量の感じを把握できないままぶっつけ本番で適切な入力レベルに設定して録音するというのは至難の技になってきます。ここでポータキャプチャーシリーズの32ビットフロート録音をお試しいただきたいとご案内しました。 32bit フロートで録音するとどうなるのかというところなんですが 32bit フロート録音はデュアル ADC といいましてアナログデジタルコンバーターを2つ搭載して別々の音量帯の音をその2つでそれぞれ収録して内部的に合成することによって非常に広いダイナミックレンジで記録することができるという技術になります。 32bit フロート録音についての詳しい内容については、タスカムのサイト内でもご紹介していますページがありますので、チャット欄にもそのページを URL を貼っておきますので、ご興味のある方はご覧いただければと思います。この 32bit フロートで録音しますと、こう突発的に大音量が出て、ポータキャプチャーシリーズのピークランプがついて いても編集時に原因を下げれば割れていたはずの弾音量部分の波形をよみがえらせることも逆に小さく取れていたあまりにも小さく取れていた音源を低ノイズなままに適正音量まで持ち上げたりするということも可能なデータとしてこの中に SD カードに収録されるという形になりますもし収録時に時間の余裕がなくクリップ していたり加入力を示すピークランプが毎日ついていてしまったとしても後の映像編集団で取り返しがつくということで三、ね、32bit フロートでポータキャプチャーシリーズで録音するための設定なんですがメニューから一般設定録音設定と進んで量子化ビット数のところを 32bit フロートに設定しておく必要があります。 また、ポータキャプチャーシリーズの両機には、マニュアル、ボイス、ポッドキャスト、ミュージック、フィールド、ASMR の6つの録音アプリが内蔵されていまして、いろいろなシチュエーションで簡単に収録ができるようになっています。今回は、この中から、ミュージックアプリというものを使用して収録をします。また、アプリ内で録音対象に合わせたダイナミックスプリセットを呼び出すことができます。ミュージックアプリでは、 プリセットなしピアノギターボーカル管楽器弦楽器バンド演奏というプリセットがあらかじめ用意されているんですが今回はライブハウスという例なので大音量を予測してバンド演奏を選択しますこちらの操作感などちょっとスライドでご説明しにくいところもありますので実際に製品の方をちょっと操作して設定をしてみたいと思います こちらがポータキャプチャー、こちら X8 になりまして、こちらのアプリランチャー画面になります。これをタッチパネルで操作できるようになっておりまして、今回はこの中からミュージックアプリを選択します。でここでプリセットを選べるところがあるんですが、最初はこのおそらくこのプリセット なしという状態になっていましてここをタップしていただくと選べるようになりますのでここからバンド演奏のプリセットを選びますここでバンド演奏の集音に適した入力ゲインなどに設定されます自分でカスタマイズした場合にプリセットを保存することもできますで今回あの32ビットフロートで録音しますので 一般設定、録音設定から、量子化ビット数、もう32ビットフロートになっていますが、この16ビット、24ビット、32ビットフロートの中から、32ビットフロートを選択します。基本的には、もうこれで REC ボタンを押していただければ、収録が可能となっております。 それではスライドの方に戻りたいと思います。こうして録音の設定が完了したポーターキャプチャーシリーズを会場に設置したいのですが、こちらは図では小規模のライブハウスを想定したイメージ図となっております。ポーターキャプチャーシリーズの内蔵マイクを演者やステージ、まあ、音源ですね、の方に向け、 さららにに観客やスタッフの邪魔にならない場所を探しして設置しますその際あの、ライブハウス、その会場のスタッフさんにご相談をして、場所を確保さ,あのされることをお勧めします。会場内でステージやスピーカーからの音がバランスよく聞こえる場所に今回置きたいので、できれば右と左のそれぞれのスピーカーユニット、 真ん中の正面あたりに置けると理想かと思いますここに三脚などで設置し録音をスタートして取っておけば基本的にはこれであとはカメラでの動画撮影に集中していただいて結構かなと思いますえ、またもう一点ワンオペでの動画収録に役立つ機能としてご紹介したいのがリモートコントロールアプリになります 32bit フロート録音によってレコーダーの細かな入力レベル調整から解放されるとはいえ動画収録などでまず映像をしっかり撮影することが肝要です録音開始や停止などの操作によって撮影をおろそかにすることはできませんし会場では演奏中に三脚などで離れた場所に立てたレコーダーの様子を見に行くことが難しいという状況も想像できますここでオプションの Bluetooth アダプターの AKBT-1 を装着すれば無償のモバイルアプリを使ってのリモート操作が可能になります。こちらのアプリも実際に今触ってみたいと思いますので手元カメラに切り替えたいと思いますので少々お待ちください。今こちらが、えー、とポータキャプチャーコントロールをあの開いた状態でここにコネクトというボタンがあるんですが えっと、ポータキャプチャー側ではですね、まずこの青く光っているのが AKBT1 という、えっ、ー、と、アダプターになりまして、これをまず差し込んでいただき、えー、一般設定の、その他の設定、その他設定から、Bluetooth という項目をリモートアプリに設定しておいてください。で、これ、コネクトというものを押しますと、えっと、ペアリングされますので、えっと、ここで画面が、 同じ画面にえますこのように表示されて遠隔でレベル調整もできますし録音を停止波形をモニタリングするといったことがこちらのタッチパネルと同じような操作感で行うことができますそれではスライドの方に戻りたいと思います 以上が今回の「音割れなく音楽ライブを収録したい」という事例のご紹介となりますが次に TIAC ・ TASCAM からの告知の方をさせていただければと思いますウェビナーの最後には今回ご紹介した事例や製品に関するご質問を受けたまりますのでどうぞ最後までご覧いただけますと幸いです動画の音声収録特設サイトのご紹介です 高音質録音でワンランク上の動画制作を行いたい方に向けたソリューションや製品、チュートリアルやサンプル音源の動画をご紹介いたします。このサイトはタスカンサイトのトップページのバナー、または表示されている QR コードをお送りしています、QR、コードやお送りしています URL よりご覧いただけます。t i a k ストアは t i a k 株式会社が運営する公式オンラインストアです。 t ィ a c TASCAM の自社ブランドをはじめ、えー、パイオニア、音響、クリプシュ、タンノイ、DB テクノロジーズなど、オーディオ、コンシューマーオーディオ製品から、えー、プロ機器まで幅広く取り揃えています。えー、検索、えー、ネットの検索で t ィ a c クス o r と検索いただければ一番目に表示される、えー、検索結果から飛ぶことができます。えー、レンタルサービスのご案内です。えー、t ィ a c クス o 内にありますレンタルサービスでは、月額 月額でのレンタルにより、お手持ちの機器との相性など、ご購入前にご確認できるサービスとなっております。ご利用には、弊社 EC サイト TX Store の会員登録およびログインが必要です。こちらは TX Store のトップページに、バナーのリンクまたは、えー、表示されている QR コードをお送りしています URL からこちらも飛ぶことができます。次回の録音体験ワークショップ、冒頭にご説明した録音体験ワークショップですね、のご案内をさせていただきます。 こちらはオンラインイベント CP プラスに参加いただいている方の選考でのご案,内とご案内となります。次回は3月22日、23日の11時から17時に TIAC 本社にて行います。3月の開催は前回ご公表をいただいた関係もあり、完全予約制となります。ご予約の方法は QR コードまたはチャットにてお送りいたします URL の予約フォームより申請いただきます。 動画音声収録に関するお悩み、ご相談などありましたら、ぜひ録音体験ワークショップにご参加ください。え皆様のご参加をお待ちしております。えっと、そろそろお時間となりましたので、えー、今回の、えー、動画音声のお悩み解決事例、えー、お問われなく音楽ライブを収録したいの、えー、オンラインイベントを終わりたいと思います。 引き続き CP プラス2024をお楽しみください今回ご視聴ご参加誠にありがとうございました